行部行部は中国古代の役所で、六分の一。司法を担当し、長官を、荘書、次官を次郎という。隋、東大では、行部のもとに、行部、都官、比部、司門の四子が設けられ、それぞれに法眼である老中と、院外老が置かれた。行部は、隋の時に設置された、都官荘書に始まり、後に、兵部荘書に改められた。とう、そう、 元にも踏襲された。明、新代には、行部は、全国の警報を担当し、観察を担当する、ただし殺印、重大案件を担当する、大理寺と共に、三方指生と呼ばれた。新の高書32年、高書申請で法部と改められ、行部の名称は廃止された。行部は古代日本の部民の一つである。陰行天皇の皇。 お坂さかの大中津姫命のちのなとして設定され、お坂さかが政治とされる。その領地に所属し、管理に携わったりした人々が、おさか市であるとされている。また皇居であった、お坂さかの宮で生活する、記載の雑用などに使えるために地方などから、出資したり、警備の任にあたる部人などでもあったとされている。その流れを組むとされる氏族が、おさか市である。 前述の部民に由来する地名。その他に、維持のものがある。行部省は、日本の律令制における省庁、もしくは、明治時代の省庁。名字の下につけて、行部と呼ばれる人物が多い。ありがとうございます。